はい。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 ジェッツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。俳優の松田聡です。いよいよ B リーグ初年度が始まりましたね。B リーグということで、お客さん、今までジェッツを応援してた方々はそのまま応援してくださって、そしてバスケットの新しいリーグが始まるの、それって面白いのっていう新しいお客さんも結構来ると思うんですよね。だそういう人たちが、まあ、この新生千葉ジェッツのね、あの戦力をどのように楽しんで、どんな風に興奮して見られるのかなというところは、僕も今から非常に楽しみです。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業とブーデン商店の提供でお送りいたします。ジェッツでやったらもう富樫勇樹選手です。やっぱりジェリコ体制の時のジェッツでそんなにそこまで出番がなかったじゃないですか。でやっぱり日本中のバスケットファンが富樫勇樹という選手にものすごく期待をしているのに、あのプレータイムがなかったっていう部分に対して、もっともっと活躍している姿、もうあの短い時間でさえすごい活躍してたんで、もっと見たい。もうこの千葉ジェッツでやっぱポイントガードのローテーションの中でもういかに切れ味鋭いものを見せてもらえるかっていうのは、だって阿部さんもそうですし、文雄君もそうだし、富樫選手もそうですけど、全く種類が違うというか、もう原選手もそうですしね、全く似てないポイントガードをうまく集めてるんで、そのあたりのこう兼ね合いっていうのは、まあ、楽しみですよね。まあ、うまいこと共存できるのかどうかっていうのは僕そこまで分からないですけど、ただ2人が共存するのであれば、富樫選手がスコアリングガードに徹して、で文雄君がちょっと一歩引いたところからゲームをメイクしていくような姿が僕は理想じゃないかなと思ってます。やっぱりこんな魅力的なガードが揃ったチームっていうのはね、他にないと言っちゃうと、そこまでね、あるわって言われたら怖いんですけど、素晴らしいチームたくさんある中で、本当に粒揃いのねガードが揃ったチームだなと。単純に見たいのは田臥選手ですかね。うん、田臥さんってね、すごく独特のリズムがあって、例えば五十嵐圭君とか柏木選手とか、負けん気が強い選手とねマッチアップしてる時に、田臥選手だけを見てると勝ってるのか負けてるのか分からないような表情でね、淡々とバスケットをしてる。だからもう本当になんというか、ポイントガードらしいポイントガードというか、田臥さんのアップだけ見てたら本当にね、勝ってるのか負けてるのか分からない。あの空気っていうのはなんか西村文雄とこう、僕はちょっと面白い似たところであるかなっていうふうに思ってて、本当にこうプレーオフとか絶対に落とせない試合でガチガチに当たってほしいなっていうのは、それがあったら見たいなっていうのはありますね。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業とブーデン商店の提供でお送りしました。